チャンネルちょ、月曜日です総チェックということで、7月ももう今日で終わりということですね。えー、明日から8月ですから、もうね、夏休み前線、もうこの1ヶ月でね、ほぼ、情勢が決まるんじゃないのかっていうね、この、超過ゲームのチーム出てきますよということで、最後の頑張り時き大一番というところで、7月ね、振り返っていきましょう。最後のね、3連戦というところで、まずはね、パリーから、楽天対セーブ、28日五対1楽天、29日1対3でセーブ、 そして、えー、30日、えー、5対4で楽天というところで楽天の2勝1敗で勝ち越しっていうところで楽天もね、えー、ソフトバンクがちょっとね、バタバタしてるんでここね、頑張ればまだ A クラスあるぞっていう中でね、えー、28日5対1で楽天ね、えー、楽天先発騎士ね、7回1 0九球5アンド6三振無四球無失点と、まあ、パリーグね、全球団から2桁勝利。こねえ。で、先発先発ラ乱、5回8十球6アンド4三振3四球、えー、5失点、でも自責にというところでね、 まあ、この試合ね、えー、楽天は、えー、5回ぐらいね、一気に5点っていうね、えー、ところになりましたけれども、先頭方向がね、センター前ヒット。で、続いてね、浅村の打球、ショートね、玄田がファンブルでエラー。これが痛いマジで。で、その後、ノーアウト1になって鈴木大将を送りバンド。で、フランコがね、スリーランホームラン、グッて、ナイスパッチ。ね。で、そしてまだ終わらないでね、辰巳センター前、隅谷アウトになるけども、西川フォアボールで、村林が、ライト2点タイムリーツーベースで、一気に5点。 キシのピッチングを見てても、これで、勝負ありっていうところでね、あの、エラーがなければ、ね、フランコの一発もどうだったんやっていうね、ところはあるけども、で、セーブはね、その中で、5回の表、長谷川のね、レフト前ヒットで、セカンドランダー栗山とサードブランコがぶつかってね、で、走塁妨害取られるも、審判の判断で、ホームインはね、できないと判断して、満塁で続行します。フワーイば、ッ。いや、これはね、 普通に考えてもよ。スリーボール、ツーストライク。ツーアウト一二塁。スリーボール、ツーストライク。で、セカンドランナーは自動的にスタートします。だから、え、要はエンドランの状況。ね。えー、俺が今まで野球してる中で、スリーボ、ツーアウトのスリーボール、ツーストライク。セカンドランナーが走った場合、えー、ワンヒットね、外野までヒットが抜けて、ホームまで帰ってこれなかった選手。ほぼ見たことないね。だから9回でもさ、 もしあの、これ1点取られたらさよならっていうところで、3ボール2ストライクになったら、外野って全身守備やめたりするじゃんね。ちょっと下がるじゃんね。それなんでかっていうと、ヒットを打たれたらホームで刺せないからじゃんね。で、この試合も、栗山がサード回るか回らん、ぶつかったぐらいの時、まだレフト取ってないからね。ボール。これ誰が見てもね、ホームに帰れます。しかもコーチャー回してるからね。だから俺は最悪、コーチャーがぶつかる前に回してたら、 それはもう、ホームに行けるって判断だし、あの位置だと、栗山だとホーム回ってもアウトになりますよ。それはわかんないじゃんね。悪送球になるかもしんないから。この判定はね、バットだね。あの、スリーボール、ツーストライクのツーアウトで、自動スタートして、レフト前、三遊間抜ける、しかもゴロのヒットで、ホーム変えてこれないやつ。いないから。さすがの俺でも帰ってこれるから。ね。というところではね、このアンラッキーも。ありましたけども、ね。この試合はやっぱりね、この4回裏で全てが決まったなと。 しね、パリ球で、29日の試合ね、えー、1対3で逆に西武の勝利というところで、西武先発今井ね、7回112球、4アンド63し、1を無失点と、まあ3回裏ね、スクイズのグラブトス。ナイス。ね。で、6回裏もね、えー、ワイルドピッチから、これパスボールでしょ。普通。股の下抜けてるし、バーと。ね。で、これもね、えー、しっかり6回裏もね、えー、そこから、ワンアウト2、3塁になったけども、鈴木大地ライトフライ、フランコね、セカンドゴロっていうところで、無失点ね。これが非常に、 大きかったね。で、楽天先発、カラシマね。4回3分の1ね。え、76球。そして、7アンダー3、3、4、2、9、2失点と。ね。え、5回の持ってね。逆に、このね、え、楽天は、1アウトからね、アイトが2ベース。で、ここ山の上の時にね、ワイルドピッチ、バッンと。追遅い。ブロッキングの形に入んのが。ね。で、ランナー、3塁に行って、山の上がね、ライトへタイムリーヒット。 で、そこから現田がね、悩んだえー、佐藤がセンター前と、ワンアウト丸になって、マキロンのね、えー、犠牲フライ。ね、この、もう一点取れたっていうところはね、えー、大きかったね。で、6回、えー、岸が悩んで出て、ね、長谷川、えー、アウトで、えー、小川の時にね、うちボーク。これ痛いね、あの、右足プレート外してなかったね。で、投げなかったから、ボークになって。で、その後ね、相手のセンター前タイムリーヒットっていうところで、3点目を奪われて、 楽天はね8回裏、村林のホームランでね1点取るけども3対1、ね、まあ、今井の好投っていうところと、まあ、楽天はこの6回裏ね、ねノーアウト1、塁、え、のー、チャンスから1点も取れない、ねでえー、今井が悪送球になって、まあ、パスボールね、ね記録上はワイルドピッチになって鈴木大地フランクねさっきも言ってたここでね点取ってればまだ状況分かんなかったけどね、まあ、今井の好投っていうところが、えー、こうそうしたのと。 あとやっぱりね、バッテリーエラー。ちょっと多いね、楽天ね。しかもそれがちょっと勝敗に直結するっていうところもあるからね。そこら辺はちゃんとしたいっていうね。えー、そして、えー、30日ね、えー、5対4で楽天の勝利っていうところになりましたけど、もうこの試合はね、えー、セーブ、自滅ですねセーブはね、2回表でいい形でノーアウト満塁からね、え、小川の、えー、レフトへのタイムリーヒットっていうところで1点取るんだけども、なおもね、ノーアウト満塁が続くけども、金子アイド、現でもう1点取りだ。 ここで最低でも1点ね、もしくは2点。ビッグイニングいけたけどね、この2回の表1点だけしか取れなかったっていうともう、これもかなりね、痛い。ね。トロサキ、クリアマが連続ヒット、ヒルマがフォアボールで繋いでノーアウトもあるしかも、コカが打ってね、4人で3本ヒットを打って1個のフォアボール。なおもノーアウト満塁から、カネコファーストゴロ、アイト、ライトフライ。そして、ゲンセカンドゴロ。これ痛い。ね。で、その後楽天はね、2回の裏に、2アウト1、3塁から村林が、サードゴロ、佐藤がね、ファンブレーラー、バーッ チャンスでもう一本打ってない。でも、相手のチャンスでエラーする。これも最悪の流れ。ね。で、3回裏にもね、えー、浅村2ベース。えー、フランコがね、センター前で1点で勝ち越し。で、辰巳がヒット。で、ワンアウト1、3塁からサードがね、えー、サードゴロ、ダブルプレイ取れるところをファンブルエラー。バーッ !2 イニ,ニング連続ファンブルエラー。ね。しかもこの回2点取られて3対1。で、4回裏に、ワンアウト1、2塁からティノがね、朝村にタイムリーヒットを打たて,て4対1。これかなり痛いよね。でもロ、セーブもね、 8回表に、ワンアウトからゲンタが内野安打、佐藤フォアボール、マキロンレフト前ヒット。で、ワンアウト満塁から、トノサキアウトになるけども、栗山がね、えー、渡辺から、えー、押し出し。そして、ヒルがね、センターへ同点タイムリーヒットっていうところで、追いつくんだけど、10回の裏ね、えー、水上に帰って、先頭岡島がね、レフトツーベース。で、大田がね、バントした時に水上がね、えー、フィルダーショイス。で、オールセーフ。ね。で、最後、村林が、レフトオーバーのタイムリーヒット。さよなら、グッド。村林。 自滅だね、セーブは。ほんと。あの、ミスなかったら勝ってたけどね。お互いね、13アンダー、11アンダーと打ちまくったけども、結局ね、ミスっていうところでね、えー、そこは楽天がね、しっかりついていって勝ちっていうところで、セーブとしてはもったいない、えー、敗戦になったかなと。ね。まあでも楽天はね、このね、4位、5位対決でしっかりセーブに勝ち越すことによって上に行けるからね。楽天はこのね、勝ち越しというところが非常に多かったんじゃないでしょうか。 ついで、日本ハム対オリックス。28日4対0で日本ハム。29日3対4でオリックス。そして30日2対9でオリックス。っていうところで、オリックスはね、2勝1敗で勝ち越しっていうね、えー、ところになりましたけども、28日ね、4対0で日本ハム。日本ハム先発、噂はね、8回117球、6安で五5三振、1四球無失点と。まあ序盤ね、ストレートでグイグイって、ね、カット、フォーク、カーブ、ね。特にカーブが、めちゃくちゃ良かったね。 にも決まったし結構ね、回転数多かったんじゃないのかなっていうね。で、終盤はね、変化球多めにして、前半と終盤で配球も変えながら、そのね、えー、いい形のピッチング。8回ね、無視点素晴らしい。グッピッチ。ね。で、オリックス先発山下。え、3回3分の287球、5アンド4三振、え3四球、1レッドボール4失点。4失点が過去最多失点でございます。それもすごいね。しかも、山本宮城山下で3連敗は痛いね、オリックスね。俺の健康が。この3連、3人いたら連敗しないからっていう俺の原稿が。 ね。で、えー、オリックスはね、この、初回ね、ツーアウトから、清宮のファートゴールね、トングエラー、あれ、ボディストップで前で止めたかったよね。で、これ大きく弾いて、ね。で、真ん中、ライト前、マルティンソワー,ーボールで、えー、ハンソンの時に、えー、山下がボークっていうところで、足つまずきながら投げたけど、あれ、ボークなんだね。一瞬こう、一瞬、もうコンマコンマ何秒止まったのが、ボークなのかな。審判の主観だからね、あれぐらい俺はオッケーちゃうかって思うけどね。 で、これ1失点して、ね。で、4回の裏にも、えー、万波マルチェスが連続ヒット。ハンズの三振するけども、軍事がフォアボール。で、ワンアウト満塁から、えー、伏見のショートからの間に1点取って、磯端のね、レフト前タイムリーヒット。この磯端のレフトのね、タイムリーヒット非常に大きかったレクッグフォークがね、高めに浮いてきたところを三遊間督ね。えー、素晴らしいバッティングっていうところは大きかった。ま、あこれでね、4対0。 ま、ああとはね、オリックス、6回、七回、8回、チャンスあったけど、ダブルプレイで行かせずっていうところで、ね、4対0から6回ね、先頭、若月フォアボール。野口アウトになるけども、義母がライト前ヒット。で、ワンアウト、一、二塁からね、えー、紅林、セデーニョ、一本です。ね。7回、ワンアウトから、胸、杉本が連続ヒット。で、代打の広岡使うけども、ワンアウト、一塁から、5、5、3、ダブルプレイ。で、8回、えー、若月がヒットで出て、えー、野口、三振。そして、義母が4、6、3、ダブルプレイっていうところで、まあ、終盤ね、逆転チャンス。 なかったわけじゃないけどね、まあこれは噂のナイスピッチングっていうところでね、日本ハムの完封勝利。ねで29日、3対4でオリックスというところで、オリックスはねこれ2回に下位打線から3点取ったっていうところが非常に大きかったね、2回ね、えー、5番、中、えー、川が内野安打、胸、えー、の時に中川が盗塁して、胸がセンター前ヒット、でノーアウト一、三塁から若槻が,がねレフトでタイムリーヒット。 で、ノーアウト二三塁になって、え、野口のね、内野ゴロの間に一点取って、山橋のね、またショートゴロの間に一点取るっていうところでね、この三点結構大きかったんじゃないでしょうか。ね。これ若月の三本間ね、えー、くぐり抜けてセーフっていうね。このね、三本間の、あの、ランダムプレーね、守備、四人のミスがあります。まず一人目。ね。それはもちろん、伏見がね、もっと追いかけなきゃいけないのに、早くサードに投げちゃったっていうところがまず一つ。で、もう一つが、 清宮がランダムプレイ、サードのベースにずっといるんだよ。あれ、ランナーとの距離感詰めてこないから、伏見が、あのままランナーがパーンって変えられたら、ベースにサーって滑り込まれたらセーフになっちゃうから、伏見が早く投げなきゃいけなくなるわけよ。ね。あれは清宮がもっと前に出て、このね、距離を詰めていって、伏見からもらってパンパンっていけるようにしなきゃいけなかった、二人目のミスは、清宮がちょっとずつ前に距離を詰めてこなかったミス。ね。で、三つ目。 それはね、あの、ファーストの野村。ピッチャー伊藤がランダムプレイに入らなくてもいいように、挟んだ時点で、バッターランナーなんかほっといて、すぐホームに来ないと。どうせ、あのままランダムプレイ続いたらさ、ファースト、バッターランナーなんてファーストにいたところでさ、セカンドに行かれちゃうわけよ。どうせね。そういったところでは、あそこはね、ランダムプレイに参加する方が勝ちなんだ。先なんだ。 だからもう、すぐさまこれ、結構ね、まぁ、あ、ちょっとは遅れるけどね、ちょっと遅すぎたね。ここはまあもうちょっとやりようや、ね、そこまで悪くない。そこまで野村は悪くないけども、まぁ、あ、そこもちょっとやりようあったんじゃんか。ね。で次、伊藤ね、それはくぐり抜けられたらダメよ。なんぼ、なんぼビッチャーだからって言って。ね。というところで、このね、4人のミスがあるんじゃないのかな、っていうね。 でも、日本ハムはね、すぐさまね、3回裏に、ね、えー、万波センター前、マルチネスアウトになるけども、ね、野村がレフト前ヒット打って、ワンアウトに中流からね、一軍に上がってきたナナマがね、えー、タイムリーツーベース、ね。で、伏見アウトになるけども、磯畑の時にね、えー、胸がエラー、胸バッチ胸ぐらいになったら、あれは華麗に、えー、やらなきゃ、ね。で、3対2になって、まあどうなるかわかんないなって言ったところで3回表ね、ツーアウト満塁から押し出し。これ痛かったね、ね。 2、えー、アウトからね中がレフト前、胸センター前で若槻フォアボールの野口がね押し出したから2アウトからだからねオリックスはこの1点めちゃくちゃでかかったけど日本はちょっとはかなり痛かったで、えー、5回の裏に、ね、興味はホームラン打つけどもまあ、4対3というところでこれやっぱ3回表のねこの1点というところが非常にこの試合大きかったなと。でもニッパもねね9回ワンアウトから、ね 軍、えー、ッがレフト前で加藤が内んだで松本、ライト前ヒットでワンアウト満塁で、ねえー、5回にホームラン打ってる清宮、ね、これ、さよならかと思ったらスリーボールツーストライクからフォークボール463ダブルプレー平野はよく踏ん張ったけどねこれ一気に、ね、逆転さよならっていうところもあっただけにね、まあ、オリックスはかなりこの踏ん張りは大きかったんじゃないでしょうかだから日本もやっぱミス痛かったねランナープレーも含めてね あとあのフォアボール、ツーアウトから、ね、連続っていうところはちょっと痛かったかなっていうねまあ、結果ね、ね2勝1敗でオリックスの勝ち越しでしたまだやってなかったそして7月30日ね、えー、9対2でオリックスの勝利っていうところでオリックスはね初回に一気にっていうところでね杉本が不調やから1番に置こうっていうね中地マジック炸裂ていうところで杉本がね、えー、先頭打しホームラングッ再配グッ。杉本グッ 1>, ね、1点先制してその後もねギ牲はセンター前紅林フォアボールになってセ・リーを三振するけども中川の、ね、サードゴロ清宮エラーバーッとまたここもミス前日に続いて、ね、でワンアウト満塁になって胸がタイムリーで頓宮押し出しで野口がねセンタータイムリーヒットというところで一気に4点これはでかいねでも日本はもうね3回裏に清宮がねタイムリーツーベースで万波がタイムリーっていうところでねこう2点を追い上げてまだまだどうなるか分かんないなっていうところでね え6回、紅林のホームランで7回ね、ね若槻のホームラン、ね、で8回、頓、え、宮、ー、がタイムリーを打ってで9回ね、ね義母のタイムリーツーベースそしてねセデイの内野だからの上川との悪送球っていうところで日本もエラー3だからねだから俺、いつも言ってるけど日本はこういうところなんだよ。 ミスからの失点というところが大きい、でこの人はオリックス、ね、20安打というところで9対2、まあ、完勝じゃないでしょうかね、でオリックスでバ先発は、ね、5回75球、5安打4三振、石悠2失点と、まあ、自分の、ね、役割というところは十分果たしたし、まあこのね、大量得点は、ね、これ6回以降だから、ね、ここでしっかり2失点で踏ん張ったというところも非常に大きかったんじゃないでしょうか。 で、日本アッ先発、ポンセね。3回8十球七ンダー334、2941点と。まあ、ポンセはどっちかっていうと、俺は打たせて取るピッチャーだと思ってるんだよね。その中であの、清宮のエラーとか、2回もね、ワンアウトから紅林がセンター前ヒット打って、セデリのね、ショートゴロ上川場でエラーとか、この野手がエラーしていくとね、打たした球を、ポンセの良さは全く出なくなるからね。そういったところでは、やっぱここからね、最下位脱出するためには、そういったね、丁寧な野球っていうところは必要なんじゃないでしょうか。ね。結果、オリックスの2勝1敗で勝ち越しでした。 続いて、えー、ソフトバンク対ロッテ、28日5対8でロッテ、29日1対4でロッテ、そして30日6対5でソフトバンクっていうところで、高野さん移転、今季初勝利で終了っていうね、高野最難地規定みたいに言われてたけどね、高野最ん最後勝ててよかったですね。まあでもね、ロッテの2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、ね、28日5対8でロッテ、ね、ソフトバンク先発東山、3回3分の1、889、8安打13、4、29、7失点と、絶対的に球高いね。 特にカットボールが高めに浮いて、それを仕留め切られて、まあ、全くね、本人の良さ出ずっていうね。で、ロッテ先発種市ね、5回100球、7で5三振、2四球5失点と、 玉、抜け気味のね、卵が多くて、最後までね、指にかからない、なんか威力も半減して、玉も高かったな、っていうところで、まあ、味方打線がね、しっかり打ってくれて、勝てたっていうところはね、大きかったんじゃないでしょうか。ね。で、ロッテはね、初回5点。これがあまりにもね、大きすぎたね。ワンアウトからね、飛ぶすぎないアンダー、角中レフト前ヒット、で、ポランコがね、フォアボール。で、ワンアウト満塁からね、山口タイムリー、中村タイムリー、安田タイムリー、小城ロタイムリーとね、4者連続タイムリーっていうところで、一気に5点。これがね、 やっぱりあまりにも大きすぎたっていうね。で、ソードバンクもね、えー、2回裏、ね、柳町がね、ライトへタイムリーっていうね、ところで、そして今宮もね、えー、タイムリーっていうね、ところで、非常にね、いい形のね、えー、得点を取って、で、3回にもね、えー、近藤のレフトスタンドでツーランホームラン5対4っていうね、あと1点差までね、迫ったっていうね、ところでね、この4回にね、 鎌、えー、カ,カのライトスタンドでスリーランホームランで8対4これでほぼねゲーム決まったなっていうところでは、まあ、でもロッテもねこの2回ね、ね、えー、柳町がライトへタイムリー打ってツーアウト、一塁になって、ね、今宮の打つき柳町ね飛び出したところをね柿山がね、えー、ファーストで投げたけどねファーストへバンドで悪送球になってねまあ、記録は通りになったけどもセカンド進塁になってその後今宮のタイムリーだからねこれ勝ったからいいけどねそういうのミスしたら、ねね、せっかくね飛び出したところをねいて投げてるんだからね。 で、あのー、このね、4回のね、この角中のね、ホームラン。ピッチャー東山から進路に変わってね、初球ストレートっていうね。で、本人はね、ヒーローインタビューでフォークを狙ってたんですけど、ボディーターンで打てました。嘘コケっていうね。まっすぐオンリー、まっすぐ、いつもスタイル、まっすぐのタイミングで待って変化球合わせでしょ基本は。ね。で、ここもね、あの、 角高がね、5打数3打、3打点1オーマン。この試合ね。しかもそのね、3本、ね、ヒット3本とも全部ストレート打ってるわけ。で、あの、この4回のね、ホームラン。で、6回でもね、あの、打ってるんだけど、共に初球のね、ストレート打ってるわけ。で、前回もオスラのね、えー、ストレートサヨナのホームラン打ってるわけ。だからね、もっとね、バッテリーはね、考えた方がいいと思うよね。さすがに。ね。さすがにこんだけまっすぐばっかり打たれて、なおもまっすぐばっかりいくってね。 まあもちろんね、前の打席まっすぐ打ったからね、次は狙ってこないだろうっていうね、えー、ところで、まあこのね、えー、初回のタイムリーもね、ストレートをワンボールからね、打ってるわけ。だから、ファーストストライク全部、3本とも全部ファーストストライクってんだよ。しかも全部ストレート。ね。だからこれね、初級1打席目まっすぐ打ったから、2打席目ね、まっすぐ来ると思ってまっすぐ打たないでしょうってなった時にね、これがまた変化球通したって話は変わるけどね、C のってもうストレートダーン投げていくタイプじゃん。そしたらそんなリリーフピッチャーのストレートドーン投げてくるピッチャーね、 いきなりね、変化球待とうなんて思わないわけ。しかも角中はどっちかっていうと、ストレートにタイミング合わせて変化球打っていくっていうタイプだから、そんなの自分のタイミングで打ちに行くじゃん。ね。だからそこもうちょっと考えた方がいいよね。これはちょっとね、同じようにやられすぎ。もったいない。ね。でも角中は同じパッティング。グバッティング。ね。で、えー、29日ね、1対4で、ロッテというところでね。まあ、この試合はね、もうね、初回。ね。逆に初回。ソフトバンクはね、これが全てっていうね。えー、ところで、ね。 え、初回、中村エリフト前、槙原センター前、近藤センター前と、ノーアウト満塁。で、ここで柳田三振、柳町ね、ダブルプレイっていうところで、ここ1点でも取れたら話は変わったのにね、28日はね、ロッテにね、えー、初回5点取られてね、あのー、試合決まったけど、29日は初回ね、ノーアウト満塁から1点も取れずっていうね、結局これがね、ポイントになってね。で、その中でね、ロッテは3回ね、和田のプロ初ホームラン。グッとワーキータナイスバッティ。 で、7回、移籍してきたね。石川のレフトサンドホームラン。ナイス、ダイナマイトシーン。ねこの福平たちの一発っていうね、ところにチーム状態の良さ。で、6回の表はね、えー、2アウト1塁から山口がね、ライトへ2点タイムリー、2ーベースを打って4対0。まあ、これでね、ほぼ決まったなっていうところはあるけども、まあ、結果論なんだけどね。 あのー、ソードバンク先発大関ね、8回989、8アンド4三振、4失点っていうところで、まあその後もね、7、8しっかり抑えてるからね、あれだけど、まあ結果論ではあるけども、ね、もうそんななかなかね、援護点もなかなかっていうところで、この、ここで山口、ピッチャー変えてもよかったんちゃうかっていうね、もうここ、勝負やろうっていうね、ところあるけどもね、高めに浮いた球をね、ライトでしっかり打たれてっていうところ、インデンタイムリー。 で、6回ぐらいね、あの、柳町の内野ゴロの間に1点取るけども、まあ、4対1っていうところで、まぁ、あ、完敗っていうね、ところになったでしょうね。だからここ大関どうなんやろなはい、ということで電話がかかってきまして、電話の対応をね、えー、してましたね。まあ、大関、皆さんどう思いますかソフトバンクファンの皆さんどうですかまあ、これ結果論になりますけどね。結果論から考察していくのも大事じゃないですか。ね。えー、そして、えぇ、ー、30日、6対5でソフトバンク大逆転、サヨナラ勝ちっていうところで、 正直この試合を戻って勝ったなって思ってたけどね。見てて。あの、お昼でね、デイゲームでやってたから、あの、このソートバンクロッテ戦対巨人対中日戦をね、あの、テレビで巨人対中日戦見て、で、あの、iPad でソートバンクロッテ戦同時に見てたんだけど、正直負けると思ったね。この2回の表にね、あの、平沢のライト前ヒット、で、柳田悪送球っていうね、ところで、まあ、これももうね、無理、もうタイミング全然セーフだったから無理に投げる必要なかったよね。柳田ね。 あれ、リチャード止めなきゃって言うけど、あの、すっごいレギュラーしてて、こんなとこ当たってたから、それはさすがに俺は止めれないと思うんだよね。で、その後佐藤にもタイムリーヒット打たれて、もうかなり流れ悪い。で、5回の表にもね、えー、2アウト2塁から中村がレフトにタイムリーツーベースっていうところで、フォアボールでランナー出した、出したランナーをね、しっかり返すっていうね。ロッテとしてはもう流れ完璧なわけ。ね。で、5回裏にはね、えー、今宮のツーランホームランね。俺、これで、お、これまだわかんないなと思ったわけ。でも、6回にね、えー、ツーアウト二塁から、 大井のはね、センター前タイムリーヒット。で、えー、7回ね、えー、ワンナウ三塁から石川のね、ライトへタイムリーヒットっていうところでね、5対2になって、いやー、これはもう、ロッテこのまま勝ったね、と。ってなったら、ね、7回裏ね、ピッチャーで石村から、回がね、ツーアウトからレフトスタンドでホームラン回復このホームランね、打たれてもまだ5対3だから、これまでロッテだなと思ったら、ね、ペルどもが8回裏にね、 増田、えー、シュートを、ね、連続ヒットでノーアウト1、2塁柳谷レフトセンターねタイムリーツーベースそしてノーアウト2、3塁からアスディーのね犠牲フライっていうところで、ねまあ、そのあと中村フォアボール、ねえー、柳町レフト前ワンアウト満塁から、ね、今宮海、ね、連続アウトでここで本当はソフトバンク逆転しなきゃいけなかったんだけどもここで同点に追いつくわけ、ね、まさかのペルトモランチョンみたいなねワオみたいな感じになったけども、ね、ここで ここでまたおい、で、逆転しきれないところが、ロッテちゃうかと思ったら、ね、その後、ロッテにね、攻撃する、反撃する力は残っておらず、11回裏にね、ピッチャー沢村、ね、カーセフォアボール、今宮送りバンドを決めて、結局このカーセのフォアボール一枚だかってね、カイがアウトになるけども、ツーアウト二塁からね、巻原さん巻原がね、深刻系。増田がね、レフト前ヒット、で、ツーアウト満塁からシュートがね、最後、ど真ん中、ね、 反対方向へ、サヨナラヒット、シュート、グッ,ッこれ、マスダのね、ヒットも大きかったね、マスタグッッね。サヨナラ勝ちっていうところで、まさかまさかの逆転勝ち。でもこれ、ソフトバンクにとったかなりね、大きかったね。で、この勝ちでね、今週は、ロッテには負け越したけども、3勝2敗で、1個勝ち越したっていうところで大きかったしね。その中で、オリックスはね、2勝3敗、ロッテもね、2勝3敗と負け越してるから、1ゲームは縮めれたんでね。 このソフトバンクは、ロッテ戦に限っては負け越したけども、これ1週間として考えた時に、このソフトバンクをね、この30日の勝利っていうのは非常に大きかったし、逆にロッテはね、ここ負けて2勝3敗になったから、この敗戦っていうところは逆にね、大きかったねっていうね、まあ8月になってどうなっていくのかね、結果はね、2勝1敗でロッテの勝ち越しでした。 ついで、ヤクルト対 DNA、28日4対5で DNA、29日5対3でヤクルト、そして30日7対4でヤクルトっていうところで、ヤクルト2勝1敗の勝ち越し !DNA、後ろが見えてきたよっていうね、ところですけども、28日ね、4対5で DNA、天の取り合い、接戦、最後は勝負強さで決まったみたいなね、タイトルですけども、まあヤクルトはね、2回の裏に、小川がね、7年目で初ホームラン、グッバッて、ね。で、 先生ね、していい流れかと思った時にね、3回表、宮崎のね、ツーランホームラン。で、えー、4回にはね、ワンアウト1塁から、アズがね、しっかりピッチャーアズがしっかりバンドを決めて、1番クワラがね、レフトへタイムリーツーベース。非常にいい流れね、ツーアウト2塁にしてでもっていうね、このピッチャーのバンドっていうところの兼ね合いがね、1番の役割っていうのが非常に大きいね。で、これで3対1。ね。でも、ヤクルトはね、6回裏に、なんとワンアウト1塁からね、まあ、頭にね、デッドボール当たった。 青木がね、その影響をね、未純も見せずね、代打で復帰、えー、逆転のスリーランホームラン。青木、グッパって。ねこれで4対3逆転して、いや、このまま勝つかなぁと思ったらね、これ8回表、ね、ピッチャーね、清水マウンド、宮崎フォアボール。で、牧にね、センターへのタイムリーツーベース打たれて、同点。ね、で、ノーアウト二秒から佐野がね、ファーストゴール進塁打。で、代打、えくすもとかね、えライトフライ、 帰ってこれず、ツーアウト三塁、どうや、同点止まりかって言ったら、代打山とか、レフトで勝ち越しタイムリー。やぶと。で、そのまま5対4で大逆転勝利っていうね。ヤクルトは1回4回5回にね、この1本出なかったっていうね、特に4回の無得点はね、ちょっときつかったなっていうところで、まあ初回もね、えー、2アウトからだけども、塩見2ベース、村上フォアボールで、ツーアウト1塁チャンス来るけども、オスナーはね、サードゴロ。ね。で、えー、4回。 村上センター前、オスナアウトになるけども、浜田がね、えー、フェンス直撃のツーベース打って、ワンアウト二三塁から、長岡がライトフライ浅くて帰ってこれず、で、ここが敬遠されてサイスニーとかね、サードゴロっていうところで、ここがね、この長岡のところで1点取りたかったな、っていうね。で、5回、2アウトからだけど、塩見、村上が連続ヒットで2アウト一塁オスナファーストフライアウト、ね。ここで1点取れなかったのが痛かった。で、DNA はね、えー、9回、ね、先頭塩見のね、 えー、ライトフライ。これをライトくすもとかね、ギリギリで、全身で、スライディング、ダイビング、キャッチでキャッチ。グップレあれもし後ろ行ってたらスリーベースだからね、それをね、思い切ってね、前進して、スライディングね、ダイビング、キャッチでアウトにしたのはね、あれはナイスプレーだったね。と、ナイスプレー、うん、あれはね、勝ちにね、かなり大事なね、先頭バッター9回の、えー、プレイだったと思います。ね。 29日ね、5対3でヤクルトっていうところでね、この試合、ヤクルト小川ね、7回113球、8安打5三死、1四球2失点と、まあ、2回はね、カットスライダーが中心になって、それでカウント取りで緩急作れずね、しかもそれが甘めに行って、連打で失点っていうね、えー、ところで、まあ、ヤクルトはね、1回の裏に塩見のね、先制ホームランね、大,大抜きのね、シュートっていうところを完璧に打って、先制するもね、 二回ね、そのカットスライダー中心で、マキライト前、サノライト前、で、ノーアウト一三塁から、大田がね、レフトのタイムリーツーベースっていうところで、一点同点になって、なおもノーアウト二三塁から、伊藤三振柴田ファーストところ、ね、えー、を、ホームでアウトになって、大抜きがショートフライで、ここで、一失点で抑えたっていうところはかなり大きかったし、DNA はこのね、さらにノーアウト二三塁のチャンスでね、ここでね、伊藤柴田でもう一点取れなかったっていうところがね、大きかったね。 でもね、この、小川ね、3回以降、まあ、スーパーチェンジアップ。俺がスーパーチェンジアップって呼んでんだけどね、あの緩いやつね。で、あとね、カーブっていうね。この緩い球でね、カウント取り、特に初球とかね、うまく使って、緩急をつけて、勝負球にはね、早いチェンジアップとフォークっていうところで低めに投げた。このね、3回以降ね、緩急をうまく使って勝負しだした。こう、中村の配球もそうだけども、こういったところがね、うまくね、その後の試合まとめきれて、いいピッチングにつながったんじゃないのかなっていうところでね、中村の配球も含めて、グッチね。 で、DNA 先発大貫ね、5回3分の2、88球3安打4三振1球3 1点と、ホームランのみだからね、あの、塩見のホームランと4回裏のね、村上のホームランっていうね、ところのみだからね、これはまあちょっと攻められないかなっていうね、えー、ところはあります。で、DNA はね、えー、6回表、マがね、ホームランを打って、2対2になって、これどうなるのかっていうね、一発構成でいい試合やなっていうところで、6回裏ね、先頭並木がセーフティーバント、宮崎もね、 ケアして前守ってたけど、前守っててもセーフになるセーフティーバンドね。で、もテは送りバンドを決めて、ワンアウトにい塁から塩目がね、ファーストオーロっていうね。で、えワツアーアウト3塁になって、ここから大抜きからね、エスコバーに変わるんだけども、ここ。ま、結果論だよ。結果論になるけども、大抜きは全く悪くなかったのよ。感じ的には。だから、俺はここもう、大抜き続投だから、その、ま、村上宮本って繋がっていくんだけど、 俺はこ,こねもう村上敬遠の宮本勝負でも良かったんちゃうかってなった時にこの6回裏でこの宮本に代打、川端来るかなっていうね、まあ、来たとしても俺は大貫続投で良かったんちゃうかって個人的には解説してても思ってたんだけどもねね皆さんどう思いますか、ね、でその後ねエスコバに代わって村上フォアボールで、えー、代打、浜田がね、えー、ショートいるタイムリー悩んだ深いところでねあれはさすがにねファーストセーフにはね無理や。ね で、その後、ツーアウト1三塁になって、エスコーバーから神茶谷に代わってね、え、オスナーを打ち取るんだけども、この1点というところは大きかったし、で、7回裏にはね、え、ピッチャー入江に代わって、中村レフト前ヒット。ね。でもこれね、え、レフト。関根がね、このフェンス直撃のやつをワンパンでクッション取って、セカンドへノーパン送球。中村はね、セカンドへ行ってスライディングタッチアウト。関根、カッと守備。ね。で、中村はね、まあ、ヒット扱い。セカンドでアウトになってね。 で、え、ワンアウトからね、長岡デッドボール。で、代打内山がね、えー、フォアボール。この時にね、長岡盗塁。ね。で、ワンアウト一塁,塁になって、ここでなんと、伊藤パスボール。バッと。嘘でしょって。バッと。で、え、並木がね、え、追い込まれながらも、なんとかこルで転がしたらね、サードランナー突っ込んできていけるっちゅうところで、ね、なんとか当ててね、セカンドゴロを打って、で、それでね、え、けホームに投げられなくてね、タイミング的にセーフ。まああれは投げなくてよかったんだけどね。えー、しっかりね、え、サードランナー長岡が、 とって帰ってきてね、ギャンブルスタートで。この1点ね、めちゃくちゃ大きかったね。ノーヒットでね、1点だからね。で、D、DNA はね、8回ダイ大田くすもとかね、犠牲フライ打つけども、8回裏にもね、村上がライトへタイムリーツーベース打って5対3っていうところで、やっぱこの勝負ではね、7回の裏ね、ノーヒットで1点を取るっていうところはね、まあ、DNA にとってもこの失点は痛かったけども、ヤクルトにとってはかなり大きなね、得点になったかなと。で、30日ね、7対4でヤクルトっていうところでね、まあヤクルトはね、えー、初回、 シオメのね、えー、センター、えー、タイムリーっていうところと、浜田のね、えー、内野ゴロの間に行ってあげて、かなり効率のいいね、点の取り方。ね。で、DNA も4回無点にね、えー、本のホームラン。打つけれども、すぐね、取られてもすぐ取る。これね、あの、これ昨日の流れからもね、非常にいい流れ。ね。4回裏もワンアウト1、3塁から長岡ね、タイムリー。ね。で、ワンアウト2、3塁になってね、あもう、え、小沢のね、えー、ファーストゴロの狩りね、えー、もうここバッテリーもね、警戒しまくってたけどね。 ね、ここはきっちりっ、ね、て取りに行くというところでね、えー、うまく決まって、ねで行ってで5回の裏にもね、えー、浜田のねレフトにタイムリーツーベース、ね、で6回の表、d n a はね、えー、佐野の犠牲、えー、フライ中村のパスボール、バットパスボールちょっと逆球だけど取れたでしょっていうねで飛ばしらの、ね、ファーストゴロの感じ、ね、でもうこう石山ダブルプレーバットバットバット、ね、ミス多いって。ね これで5対4になったけども、ね、8回裏に、あの、村上のライトスタンドホームランで、おそらくタイムリーでね、勝ち切ったっていうところあるけども、ちょっとバタバタでしたね、両チーム、試合だったね。石田を4回64球、7アンド5三し、無四球4失点ね。小沢は5回103球、4アンド5三し、3四球、1デッドボール4失点と、ね、バタバタ試合だったけども、まあ最後はね、ヤクルトは逃げ勝ったっていうところと、やっぱこの8回のね、えー、村上のホームランっていうところは、非常に大きかったんじゃないでしょうか。もうちょっとちゃんとやろう、守備っていうね。 でも結果はね、2勝1敗でヤクルトの勝ち越しでした。続いて、巨人対中日、日、28日11対5で巨人、29日6対3で巨人、そして30日4対0で巨人というところで、巨人の3連勝というところになりましたけども、28日で巨人はなんとね、坂本丸ブリンソンが1軍復帰というところで、坂本は4打数3安打3打点、丸はね、5打数3安打2打点ね、で、ブリンソンが2打数1安打1丁ー一1打点というところでね、非常に復帰組3人大活躍。くっくっくっ ねえ。っていうところでね、もう、でも中日はね、初回にね、宇佐美の内野ゴロの間にね、えー、1点、そしてほつかのライトスタンドでホームランっていうところで、2点先制してね、いや、これいい形やってなったけども、もうこっからね、もうどんどん、1回の裏ね、岡本がスリーラン打って、で、2回の裏にはね、復帰の坂本がレフトへタイムリーツーベース、ね。で、3回にはね、また坂本がタイムリーいうね。で、5回に、えー、ブリンソンがホームラン。で、8回には、 えー、まね、タイムリーの大城ホームランっていうところで11対5。これはもうなかなか難しいね。4回にもね、ビシエドのタイムリーね。で、えー、6回にも村松のね、タイムリーとかでね、点取ってるけど、さすがに点ね、取られすぎっていうところでね、えー、枠井が1回45球5アンダー、えー、2, 2個のフォアボール、いくデッドボール6失点で交番でね、2軍調整っていうところになりましたし、井上もね、えー、3回3分の1、63球6アンダー3、3、失点っていうところで早期交番 井上も前回良かったけどね。もうちょっとね。でもこれはもう乱打戦。復帰組が大活躍。っていうね、で、えー。 29日ね、6対3で巨人っていうところで、巨人先発山崎よりね、6回3分の202球、6番で6三振2四九三ってんでね、状態はね、俺めちゃくちゃ良かったわけじゃないと思うんだよね。成権も若干雨めも多かったけども、でもその中でも、ストライク先行で勝負できたっていうところでは非常にグッドピッチングだし、そのあまりの球を中日打線が仕留めきれなかったっていうところもね、あるけどもね。で、まあ中日はね、この、えー、2回、あ初回にね、この四球絡みっていうところで、えー、吉川センター前、坂本、 にね連続フォアボールでノーアウト満で岡本、セカンドフライでアウトにとるけども秋色のショートゴロの間に行ってそして丸,丸がね、えー、タイムリーっていうところでね、えー、2点を先制ねで2回にもね、えー、ワンアウトから門脇がレフト前ヒット山崎よりね送りバントをするけどもキャッチャーの石橋がセカンドへ後頭悪送球バンとねでワンアウト一塁から吉川がねライトへタイムリーヒット坂本もねセンターまでつないで ワンアウト満塁になって、カジタリのね、セカンドゴロの間に行ってあげるっていうね、そつなく4点っていうね、これ痛かったね。で、えぇ、ー、妖怪を持ってね、ホスカーのセンター前タイムリーで1点取るけども、5回の裏にね、カジタリセンター前。で、岡本デッドボール。で、秋色の時にね、えー、悪送球。で、えー、ショートゴロの間にね、この、で、ワンアウト1、3塁になってね、このでも悪送球もね、ちょっとポロって前にね、弾いただけだけどもね、このカジタリのナイス判断でね、3塁行ったっていうところはね、 非常にこのカジタリのね、走塁スタート、グッとね。で、これ1、3塁になって、ね、ショートゴで、3分間に会社、えー、タが挟まれて、その挟まれてる間にね、ワンアウト二3塁にして、で、丸がね、ライトでタイムリーヒットを打って1点取るんだけども、このね、えーの、カジタリのね、粘りっていうのは良かったね。でもあのね、あの粘りあるけどね、石橋ね、あれ、避けた、避け石橋、 がいたから、カジタに避けたんだけど、避けだから走路でちょっと大きく回ったんだけど、だから多分3フィートにね、アウトになんなかったわけ。ね、避けたからね。あれ避けなくて、こう、石橋が追っかけていてサード投げました。こう回っていたけど、あれこれもボンってね、あの、石橋が当たったら、走塁妨害で1点取れてたから、石橋もライン上にいてね、あれ投げたらすぐ避けないとってね、カジタ谷なんて避ける必要ないよ。あれ石橋にね、ドーンって当たった方が良かったよ。走塁妨害で一点取れたんで、ね。 そこね、ずるかしこくいこうかしらね。でもあの粘りは良かったね。その後の丸のタイムリーで1点取って、この1点っていうのはね、めちゃくちゃ大きい1点だったからね。で、中日はね、えー、6回にも、えー、細川の内野ゴロ、大島のね、タイムリーっていうところで2点取るけども、8回ぐらいね、超のセンター前タイムリーヒットでね、1点6対3っていうところでは、まあ序盤のね、やっぱり4失点がね、中日的には痛かったなっていうね。で、山崎はね、なんとか踏ん張ったっていうところは、えー、いいピッチング出したし、高橋色とかね、なかなかっていうところがね、 ちょっとドラゴンズの厳しいところでもあるかなっていう一戦でしたね。で、30日ね、4対0でジャイアンツっていうところで、中日先発柳で、ね、7回114球、4安打2三振、4四球1失点、あ、4四球1レッドボール無失点とね、えー、非常に素晴らしいピッチング。巨人先発メですね、7回1199、5安打5三振、2四球無失点と、メンですわ、安定してるね、球マストレート力強いしね、で、これどんなね、結末迎えるんや、って言った時にね、えー、もう8回裏、ね、ピッチャー清水に代わって、ね、柳から、先頭坂本フォアボール。 で、カジタに送りバンドを決めて、ワンアウトい塁。で、岡本一塁空いてるから敬遠。で、ワンアウト一塁で、清水がワイルドピッチ。だけどもよ、ね。キャッチャー、うさみ。ブロッキング行く姿勢が遅いからさ、もう重心上がってこんな上になってんじゃん。で、もう大きく弾くっていうところで、ブロッキング行くのが遅いよね。で、ワンアウト二、三塁にして、もう秋色はね、もうコンパクトスイングっていうね、あったらどうにかなるやろっていうところで、 次のフォークもね、また清水もね、ワイルドピッチ怖がって高めに浮いたところをね、明宏がしっかりコンパクトに打ってセンター前2点タイムリーヒット。ね。で、その後もね、あの、丸三振するけども、大城フォアボール。で、えー、角脇はね、レフトオーバーのタイムリーツーベースっていうところで四対でこれで決まったっていうところもう、あのワイルドピッチ全てが決まっ,ったよ。今度も高い。遅いし。ね。まあそういったところね、いい試合だっただけにね、最後はミスでっていうところがね、 命取りになった一戦でしたね。結局ジャイアンツ3連勝でした。え続いて、首位攻防戦。阪神対広島。28日7対2で阪神。29日2対2で引き分け。30日4対2で阪神。阪神の2勝1分けの勝ち越しっていうね。これは阪神にとったら大きいし、広島にとったら西川はいないね。菊池はやっと3試合目ですために帰ってきた。森下は豆破れる。おい、どうなるんやっていうね。 ところで、ま、あ28日ね、7対2で阪神っていうところで、阪神先発村上ね、7回103球、5アンダ5三振1四球二失点と、まあ、ストレートキレキレだしね、あのー、3回に失点するもね、まあ、4回以降は非常に安定的なピッチング、非常にピッチね。広島先発の村ね、4回89、5アン打二2三振1四球三失点、でも自責一度ま、あ今季ここまでね、17イニング無失点で来てる中で、まあ、味方のミスが足引っ張ったなっていうね、ところで言うと、ね、 この初、初回ね、阪神は、えー、近本セライト前ヒット。で、中野がアウトになるけども、近本盗塁してから、森下のね、センターのタイムリーヒット。これ、森下も、これ、ショールスターからもう、上げ上げでいい形だね。でも、広島はね、3回表に、先頭ね、田中がセンター前ヒット。で、大森ね、アウトになるけども、野村が送りバンド。で、1番に帰って、小園がライトへ同点タイムリー。で、野間がな、ね、レフトへタイムリーヒットっていうところで、逆転して、 ね、2対1。お、いい形だと思ったところね、3回の裏。ワンアウトからね、近本の小ョ路、小園がエラー、バッと。で、中野がフォアボール。で、ワンアウト一塁になって、森下のね、ライト前ヒットを、野間が、後一、バッと。で、2点入って、逆転。嘘でしょ、みたいな。で、6回裏ね。 ツアートマンリーから近本と押し出し、ね、中野がね、レフトでタイムリーヒット。で、森下がね、またライトでタイムリーヒットっていうところでね、一気に4点取って、まあ、7対2っていうところで、まあね、えー、勝負がついたんだけども、ね、まあ、阪神はね、えー、3回、6回相手のミスとかね、えー、フォアボール絡みでね、しっかり大量点取ったっていうのは非常にね、グッパッティ。ね、で村上もね、えー、4回と6回にね、4回にもね、えー、村上ライト前ヒット。 で、6回にもね、えー、この、2アウト1塁からね、村上のレフト前ヒットからの、近本フォアボール、中野タイムリーだからね。まあ、ここ、広島からすると、これ村上に打たれたっていうのもダメなんだけどね。で、ここは村上がね、自分で打ってチャンスメイクしたっていうところもね、非常に、えー、いい形っていうところではね、えー、良かったところ。ね。で、広島はね、10連勝もね、えー、自滅っていうね。で、6回ね、えー、森下の、えー、ライト前ヒットもね、ファースト松山はね、 前で止めてたらね、ま、あイレギュラーしたけどもね、この6回のね、2アウト満塁からの森下のライトマヒット、もう、松山も止めれる、止めれへんかーっていうね、ところはあるけどもね、ま、7対2っていうところで、ちょっとミスが気になるね、敗戦でしたね、この首位攻防戦初戦ね。二29日はね、2対2の引き分けっていうところでね、お互いね、グッケー。ね。で、広島先発ね、えー、青柳、7回106球、4安打734、1球1失点と、 非常にね、このホームのバランス、右足にしっかり軸足を乗せて前に出ていく。で、体の状態が起き上がるのも遅いし、肩の開きも遅い。で、えー、手が、腕がね、しっかり腕の近くから通っていくっていうところで、非常に力強さもあったし、ホームバランスも良くなって、非常にね、クッぴチだったと思います。ね。広島先発森下ね、5回3分の1、92、97、2、3、4、1、9、2、1点とね、つ、あの、豆が割れて 交番したけども、その後、中崎、田張ーー、島内、えー、栗林、矢崎、えー、利根大道とね、非常に無失点で抑えて、非常にね、リリーフも素晴らしかったし、阪神もね、岩沢、岩崎、えー、浜地、えー、霧敷、島本とね、しっかりリリーフが踏ん張って、まあ、2対2のね、えー、引き分けっていうところでね、阪神はね、えー、初回に大山のね、犠牲フライで1点取って、で、広島はね、えー、3回にね、えー、小園がワンアウトにいるからタイムリー。小園の1番もね、これいい形になってんだよね。で、えー、6回裏にね、佐藤がホームラン。 いやこれでもうね阪神行くかなと思ったら8回の表に、ね、ワンアウト、一塁からまた小園がねレフトにタイムリーツーベース、ね、でこれもね1番、上本がライト前ヒットで代々磯村がねバンド失敗バーッと何やっとんやっていう中でねこの小園のタイムリーだから非常に流れも良かったし完全なね負けペースだったところをね小園がねしっかりねここをね取り切ったっていうところはね大きかったんじゃないでしょうか。 ね、11回もね、この1アウト13塁から松山のね、打席ね、ここで1点取れたらね、っていうところもあるし、このね、9回にも2アウト13塁からね、ことのやっぱり3度目の賞、ね、2度あることは3度あるは最後三振だったかっていうところで、チャンスあったけどね、まあでもこの引き分けっていうところはね、お互い非常にね、具形だったんじゃないでしょうか。で30日ね、広島先発ね、大瀬良、6回111球、6安ンダー734、194失大瀬良がピリッとしない。なかなかね、 で、阪神先発、伊藤正しね、7回3分の1、106球、7安打8三振、無四球に失点とね、非常にグッピッチになったと思います。阪神はね、えー、3回裏ね、ね、えー、8番大畑がライト前、で、伊藤が送りバンドを決めて、近本がね、センター前ヒット、で、ワンアウト1、ンドになって、中野のね、えー、セカンドゴロの間に1点取るんだけども、その前にね、近本がしっかり盗塁してるっていうところでね、ダブルプレイの危険性がなくなってっていうね、この回がね、回が出てピッチャーを送って1、2番で返す。最高の形です。ね。 で、6回の表にね、えー、広島は、ツーアウトからね、小園がセンター前、で小園が盗塁して、こちらもね、で、えー、久しぶりのスタメン、菊池がね、センターへ同点タイムリー。ね。で、同点になるけども、6回の裏にね、また一番近むドライト前、中野三振するけども、森下が、ツーランホームラン。これも、初球よ、初球ね、アウトコースが逆球で2コース、バッと。その前もよ、3回もよ、 思いっきりスライダー引っ張り込んでサードライナーなわけじゃん。もう超引っ張りに来るわけじゃん。ね。外じゃん。それ逆球ホームランバーッと。で、その後もね、あの、そのホームランだけで終わらずね、ツーアウトからね、佐藤がスリーベースでノイジーがね、えー、内野安打っていうところでは非常にね、このもう一点っていうところはね、非常に大きかったんじゃないでしょうか。ね。で、広島はね、8回表に代打アイザーがね、センター前タイムリーヒット。ね。これもね、えー、中村がね、 ショートへ悩んだっていうね、小畠がファースト、アクソーキューパー、ね、で、末兼長が、ね、センターへ、えー、なんとか逆方向を打とうっていうところでね、えー、センター前ヒット、でノーアウト一・三塁からね、代打、相沢がセンターへタイムリーヒットで1点返して、なおもノーアウト一・二、ね、塁、小園が送りバンドを決めて、ワンアウト、二・三塁、4対2、ね、2点差、いくぞっていうところで、菊池がセカンドフライ、秋山、ショートフライっていうところで、ここ追加点取れず、阪、ね、神のね、シワムとね グリリフだったと思いますねで最後、岩崎が2三振完璧に抑えきって4対2、阪神の勝利というところでやっぱ阪神はね近本復帰がでかいね近本復帰してからこの近本1番、2番中野のこのコンビで3番森下フレッシュオールスターから一気に伸びてきてねで大山、サトテルノイジーの状態に曲がってきて俺はやっぱりね阪神優勝のキーマンはサトテルとノイジーだと思ってんだよね。 で、まあ、このね、でもその中にはやっぱり1番近本2番の中のがいるのが絶対だからね。でもこれはね、阪神近本大きいね、復帰はね。そういったところでこのね、首位攻防戦2勝1分け、阪神にとってはかなり大きな三連戦だったんじゃないでしょうか。さあ、それでは最後にベストライン発表いきましょう。まずはパリーから、ピッチャー、西武、高橋コーナー、2試合連続完封です。キャッチャー、オリックス、若月、忍者走塁。ファースト、西武、牧野ハートフォード大学です。 セカンド、セーブ、トノサキ、リンゴデグー、アップルパッチ。はい、サード、オリックス、ムネ、打つのが上がってきた。ショート、楽天、村林、もうすぐ3割です。レフト、日本ハム、松本、3割は打ちたい。はい、センター、楽天、辰巳二2割5分は打ちたい,、はい。ライト、ソフトバンク、柳田、タイロッテ、3割2分3厘です、はい。DH、楽天、浅村、3割いくか、現在2割8分1厘。 リーフ、楽天、堺井、一勝一ホールド、ね、被安打ゼロ、無失点です。はい、セリグ、ピッチャー、中日、中地、発勝料おめでとう。キャッチャー、巨人、大城、もうすぐえクラス、はい。ファースト、巨人、岡本ホームランキング。セカンド、巨人、吉川、逆転優勝は発する、発する。サード、阪神、佐藤テール優勝へのキーマンだ。ショート、 広島、小の逆転優勝へ行こう。レフト、ヤクルト、並行分かっててもセーフティがセーフ。センター、阪神、近本、10アンダー8得点は素晴らしい。ライト、阪神、森下、フレッシュで勢いついたぜ。はい、リリーフ、阪神、岩崎、守護神はい。ということでね、えー、お送りしましたというところで、ね、え、今日ね、サントリードリームマッチ。ね、えー、いつも佐々木は月曜日。 ベイフザベイラインがあったんで出れませんでしたけども、今回ね、ベイラインも終わってですね、初出場になりますので、ぜひね、テレビ、そして、えー、観客として来られる方、楽しんでください。ということで、佐々木の月曜日総チック、おしまいです